はい、おはようございます。釣り子 TV です。珍しいルアーを見つけたので思わず即バイトしてきてしまったんですけども、はい、これゲリ山本、こんな感じのパッケージで、これがですね、会場限定で販売されている、いろんなイベント会場でですね、ゲリ山本のブースがあると会場限定ということで置いてあるですね、ゲリ山本のこれペンシルベイトなんですよね。パッケージがですね、こんな感じで緑と黄色を基調としたデザインなので、一見あの某タコベリかななんていうふうに思うんですけども、見てください、ゲリ山本カスタムベイツというふうに書いてありまして、こんな感じで裏にはですね、こういった感じの英語での説明が書いてあるということで、アメリカ本国で販売されているシリーズみたいですね。で、日本では売ってないよっていうこと で、その例えばバサーオールスタークラシックであるとか、あとは自分の場合これ亀山ダムの釣り大会に参加した時の、ゲイリー山本ブースに行った時に売っていて、即バイトしてしまったんですけども、早速開けていきたいと思います。ちっちゃいペンシルベイトって釣れますからね。こんな感じのパッケージに入っていて、フックがちょびりんとついていて、あ、セロテープがついていて、はい、こんな感じ。顔、目に何かいるんですけど、これですね、ゲリー山本のお魚パチョンと跳ねてるマークがこの目の中に、何がいるのかなってよく見えなかったんでね、入っているこだわりで、腹白で、こんな感じで中にあのホログラムのプレートが入ってますね。背中でフックが、2個ついていますが、これ今開ける時もですね、ちょっと刺さったんですけど、アメリカンですが非常に丈夫そうで、刺さりのいい、こんな感じのフックがついております。最近流行りの形ですよね、こういうシャンク短めで、こんな感じのフックですね。これがついているということで、一言で言うとサミー65に似てるなという感じですかね。 あれすごい釣れますからね。ちょっと水に浮かべての浮き姿勢でだいぶペンシルなんて動き変わってきますんでね。ただこうパッと見のシルエットでいくと、使い心地のいいあのサミー65に似たような感じなのかなという。ただですね、ゲリー山本の、ペンシルベイトだよということで、これそうですね、なかなか会場限定っていうことなんで、買える時買えない時あるかと思いますけど、これ確か1200円ぐらいだったかと思うんですけども、重さ測っておきましょうね。これね、重さ書いてあるのかな、すいませんね、裏にいっぱいこう細かい説明が書いてあるんですけども、英語不得意なんで割愛させていただきます。はい、それではですね、ゲイリー山本の、ペンシルベイト、何グラムでしょうか。使いやすそうですね、 10.3 グラム、小ぶりですけどもね、最近のあの高性能リールでいたベイトフィレスまでいかなくてもピシピシといろんなところに投げ込みやすいのかなって。あとは魚がこれは食っちゃうだろうっていうナイスなサイズ感ですからね、ぜひですね、もうだいぶ秋ですよね、油断してるとすぐ冬になっちゃいますんでね、なんとかシーズンオフになる前にせっかく買ったんで一匹釣ってみたいななんていうふうに思いますけどね。こんな感じのルアーが、ありますということでご紹介です。というわけでですね、本日はこちらですね、ゲイリー山本の会場限定っていうことなんですよね、ペンシルベイト、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。